では5問目のクイズです。京都市会では市会の広報誌を発行し、京都市内の各家庭に届けています。この広報誌の名前は何というでしょうか。1. 市会だより、 2. 市会通信、 3. 市会案内。わかった、2の市会通信。私家で見たことあるよ。1の司会だより。さすが葵ちゃん、正解。ではその司会だよりを作っている京都司会事務局を訪ねてみよう。ここが司会事務局です。司会議員の仕事をサポートするために職員が働いているところだよ。みんな忙しそうだな。司会事務局ではどんな仕事をしているのか、ちょっと説明してもらえませんか。はい、わかりました。司会事務局では議員の議会活動がスムーズに行われるようにいろいろなお手伝いをしています。具体的には本会議や委員会の準備を行ったり、会議の記録を作ったり、本会議の傍聴の案内などを行っています。司会だよりも作っているんですよね。はい、そうです。司会だよりはどんなことを司会で話し合ったか、何が決まったかなどをまとめた広報誌です。年に7回市民新聞区番に挟み込む形で皆さんのご家庭に配っています。他にはどのようにして司会のことを伝えているんですか。例えばインターネットで京都司会のホームページを見ていただくと、会議の記録をはじめ京都市会のより詳しい活動の内容が分かりますし、新しいお知らせもお届けしています。ホームページでは本会議や委員会の生中継や録画を見ていただくことができますよ。その他にも子ども向けページやまた吉またリーグのページもありますので、ぜひ市会ホームページも覗いてみてくださいね。はい。あ、こっちにも部屋があるよ。うわー、本がいっぱいあるね。こちらは司会図書情報室です。こちらには議員が調べ物をするときに役に立つよう、図書、新聞、雑誌のほかいろいろな資料を置いています。図書は政治、経済、法律などの分野を中心に置いています。また新聞は京都市に関係する記事を切り抜いて内容による分類ごとにまとめていますから、京都市のことを調べるのにとても便利なんです。図書や新聞は市民の皆さんにも見ていただけるんですよ。その他にも市民の皆様が司会について調べることができるよう、司会に提出された資料、話し合われたことについての記録、過去の司会だよりなど司会に関するさまざまな資料を見ていただけるんですよ。私たち子どもも来ていいんですか。もちろんどなたでもお越しいただけますよ。図書や資料を集めたり整理したり、それ以外のお仕事もあるんですか。はい、議員が市の仕事について調べ物をするときのサポートも行っています。議員からの依頼を受けて新聞記事を探したり、統計上の数字や他の都市の状況について調査するのも私たちの仕事です。司会事務局ではいろんな形で議員の活動を支えているのね。司会事務局の仕事は裏方の仕事だけど、司会議員のために働くことが市民の皆さんのためになり、京都市そのものが良くなることにつながるから職員も頑張っているのよ。